橋福の官人に対。ここは一体降りかかるキノコは払うしかあるまい。とにかく現状を把握すべきか。他に誰かいないか探そう。リュウ様、お会いできてよかった。この世界の一体、俺も気づいたら他にいた。今は眼前の脅威を退く、様子を見るとしよう。この異様な空間から脱出せねばならん。力を貸してくれ。見て、私たちの他に誰かいる。自己紹介の窓だったか。俺はリュウ・ハヤブサ、カンプ・アヤネという。I am William. I was supposed to be in a place called Japan. どうやら3人ともいきなりここに連れてこられたようね。みんな応報、さらば。あなたたちは人間なら狩らなければ。それが役目なら。やめて、なぜ私たちを襲うの。なぜ。終わり。それが私の役目だから。あやね、話が通じそうにない。ならば戦うまで。しまなる者を打ち破ったり。化け物たちは振り切ったみたい。この先は静かそうだから行ってみましょう。なんと澄んだ気か。ここは よく来てくれた、異界の英雄たちよ。英雄。この世界を救うため、どうか私に力を貸してくれ。ねえ。うん。ほう。ああ。この世界は泉の奇跡の力によって長く繁栄してきた。もともとこの地は作物の一つも実らぬほどに
荒れ果てていたという。歴代の王が三種の神器によって泉の力を操り、各地の祠に恵みを行き渡らせることで人々が暮らせるようになったのだ。しかし禅王が亡くなった時、泉と祠は急激に力を失った。そして新たな王が戴冠の儀を行う間もなく、泉も大地も枯れてしまったのだ。そんな中、母上は私たちに古い言い伝えを教えてくれた。泉が力を失い、世が滅びに向かいし時、異界の英雄降り立たん。英雄、祠に己が力を与え、泉を再び蘇らせ。英雄を導きし者、戴冠の儀を経て王となり、世に大いなる繁栄をもたらさ。この言い伝えに従い、私の妹玉木はあなた方をこの世界に呼んだ。泉に残された最後の力と引き換えに、異界の英雄はこの世界に対して多大な影響力を持っている。その力を祠と大地に分け与えてほしい。泉と祠の間で水脈を通じて正しく力が循環するようになれば、泉は蘇る。それが母上の見立てだ。あなた方を巻き込んですまない。どうか私に力を貸してほしい。共に戦ってくれ。ねえ。ああ、うん。え？いや。ちょっと。頼む。なるほど、承知した。よい。Understood。 感謝する。龍様。ああ、そうね。ねえ。ほう。英雄よ。ほう。ああ。頼む。ねえ。その通りだ。いや、すまない。承知した。すまない。儀式を行う前に敵を排除しなければ。英雄よ、力を貸してくれ。
を生み出して玉木の力が暴走した。それで彼らも別の世界から迷い込んだんだろう。他にも様々な化け物がいるかもしれないが、俺の意味はこのような血で貴様らに会おうとは。玉木、やはり王位を目指して戦うか。まっすぐで優しいお前らしい。私が王にならねば世界は滅びてしまいます。なぜ阻むのですか、お兄様。いざ、この超知竜と勝負してもらおう。超知竜、マイル。フリア。我が闘志まだ消えてはいない。いずれまた勝利する。そんな弱さでよく挑んできたわね。見事、よく鍛錬しているようだな。この風景、日本によく似ているな。いや、この地は英雄の思念で変化したのだ。誰かの元の世界がこのような景色なのだろう。ここは私が。英雄はこの世界に大きな影響力を持つ。荒廃した大地をここまで変えてしまうほど。無限天神竜魔人の王代なのに戦うなんて死ぬ。私が守ります。私が付き合いなさい。気迫を持って支えよう。お兄様、なぜ戦わねばならぬのですか。ただ今の私たちは敵同士。面白い。私は敵と話す言葉など持たない。思う存分やるがいい。俺の定めとしてお母様から聞いたではありませんか。私が王にならねば世界は滅びると。誰が何と言おうとお前を王にはさせぬ。諦めぬというなら倒すだけだ。お兄様、どうして。これに懲りたら王など目指さぬことだ。いいな、玉木。シキ、お前に王位は渡さない。真に王となるべきなのはこの俺だ。奴は私のいとこ、刹那だ。あの様子を見るに戦うしかないようだな。戦場では拠点の確保が重要だ。制圧すれば戦いが有利に進むだろう。刹那さん、マリーが行ってきますね。
身代わりだろうとお前を倒す。やめないでください。私の名はマリーローズ、よろしくお願いします。無限天神竜破陣の竜。お前が戦うのは家族を守るため。その言葉はまことか。そのためにユナは家族を傷つけねえ。二度と王になろうなどと思わぬように。非難も覚悟の上か。今はお前を信じて手を貸そう。自慢しないで。しばらくしたら援軍が来るはずだ。信長さん、それまで敵を抑えててくれ。よかろう、やってやるにゃ。今が好機だな。みんな、刹那のもとへ向かうぞ。さすが、お見事でございます。悪くないのね。刹那の王を目指しているとはな。想定通りではあるが。すぐ援軍が来る。みんな、あと少しだけ耐えてくれ。是非もなし。援軍か、厄介だな。到着前に急いで刹那を倒さないと。我こそ無限天神竜破陣の織田信長、天下を取る者ぞ。おお、実に見事な戦ぶり。私の考え、常に冷静にな。だが、それはお前やトワキを王にするのではない。全部を話す気はないってことか。よかれ。秘密主義とはお前らしいな。シキ、俺は絶対に諦めないからな。刹那は引いたか。勝てたのは皆のおかげだ。礼を言う。
英雄よ。うん、邪魔者はいなくなった。そろそろ私の目的を説明しよう。かつて初代の王が泉を作り出した時、突然黄泉という魔物が現れて世界を滅ぼそうとした。王は黄泉を倒し、泉の底にこれを封じた。この世界のものなら子供から大人まで知っている話だ。誰もがただの伝説だと思っているかな。だが黄泉は実在する。亡くなった私の父が今はの際に教えてくれた。黄泉の封印は長い時を経てほころんでしまった。やつは今泉から力を奪って完全に封印を解こうとしている。このところの王が全て短命なのは、黄泉が泉を通じて王の命をも食らっているからだ。その上、黄泉は己の意識を何者かに取り付かせ、私たちの動向を監視しているらしい。このままいけば、強大な力を秘めた玉木が王に即位し、新たな犠牲者となるだろう。しかし、私は妹を黄泉に捧げるつもりはない。この世界のどこかに黄泉の封印方法が記された黎明の碑というものがある。英雄よ、どうか私と共に碑を探してくれ。そして共に黄泉を滅ぼし、世界を救ってくれ。その通りだ。まったく。そう。ああ。なるほど。頼む。承知した。感謝する。英雄様。ええ。頼む。頼む。いや、よし。